大丈夫ですか準備は、うん、だいぶなんか汚いけど持てない。じゃあ置いていくわ。パスポート持った？うん持ったね。じゃあこのゆるっとスタイルで行きますか。参ります。参りましょう。とりあえず空港に行きますか。はい。すごい綺麗じゃない。やば。おお。いいね。最初の購入品。こちら2000円弱したよね。こいつら買いました。どうしても都合のいいものがなかった、ね、ちょうどいいものがダメって言われちゃうかもしんない。どうだろうね言われないといいね。いきますよ。母大変だったねついに日本を離れるぞ。着くのは同じ時間だよ。同じ日の同じ時間に着くから3時間だよね。うん、そう。着いたぞさあこの後税関だぞ。税関まだ分かんないよ入れるか。Oh my god 始まってる超あっという間じゃなかった。一瞬だった ね全然辛くなかった、うん、余裕だったね。本当に映画の方が長い感じ運転超うまくてさ着陸もすごいヒュッてしてさ、それもよかった。ほぼ全部寝てたもんね。トップオブザロックだいいよいいよこんな顔でかわかんない顔まだわかんないから全部行こう。なんかさ、うん、コストコみたいだねイケアとかコストコみたいだわ。よかった荷物来た僕のわかりやすいね。わかりやすいめっちゃよかった。税関突破しました。イエーイトモヤナイスファイト。一緒に行けたんだよ ね一緒に行けてよかったね。トモヤが大体やってくれて今は Thank you って言ってないよっしゃよしよし来ましたちゃんと。よかったよかったよかったよしじゃあ始まるぞ。行くぞ行くぞ行くぞちょっと寒い都会だすごいね。今からタクシーで、うん、ホテルまで結構空港からニューヨーク市内が遠いんだよね。そうそうそうなんだよね。1時間ぐらいタクシーで移動する、うん、乗れましたタクシー乗れました。気持ちいい気持ちいいねすごい綺麗、ね、綺麗だね。頑張れ着いたぞカホ。イエーイ着けたね。やったギリギリ履かないですんだキャリーケースも預けられたし。うんトモヤすごいんだよ今日は英語わかって分かったふり分かったふりポホってか言ってホテナだったいや気持ちいいねカホ。超気持ちいい。すっげえ気持ちいい。ニューヨークか。今がお昼過ぎだね。うん1時だから、うん、3時にチェックインできるから、うん、じゃ2時間時間潰す。そうしましょう。じゃあ2時間あるから、うん、タイムズスクエアでも行ってみますか。そうだね一旦行ってみよう、ね、イエーイ楽しいね。昼ご飯どうしよう。昼ご飯どうしようね。何食べる。やっぱハンバーガーですか。
まあまあ任せて、いっぱいチェックしてあんだからね。タイムズスクエアらしいぞ、ここが。ケバブ州だ。ケバブ州から始まったね。おお、ここがこれなんか渋谷のあれに似てんじゃん。似てるね。おお、すごい、こっちとか。着いた。ファイブナプキンバーガー、チェーン店だよね、有名な。うん、多分。どれにしようね。ちょっとこれにしなよ、ファイブナプキンバーガー。あ、本当だ、いいじゃん。でかい、コーラが。おお、甘い。日本より甘い。絶対そんなことないっしょ。ファイブナプキンバーガーの、うん、名前の由来は、うん、ナプキンを5枚敷いても油が漏れちゃうぐらいのバーガーっていうところだね。うんうん、肉汁たっぷりってことだね。そうそうそう。来ました、ファイブナプキンバーガー。かわいいね、なんか全然思ったより小さい。綺麗だね、しかも綺麗。ぐちゃぐちゃじゃない。これ手かな。でもナイフとフォークついてるよ、ね、悩んだ結果ナイフとフォークで。すごいね、やばいよ、すごい。これすごいね。美味しそう。今の夕飯ステーキなんだけど大丈夫。いただきます。どうぞ。おいった。どう、うまい。思ったより、うん、よく焼けてる。あ、本当。よかったね。だから思ったよりしんどくなる。ああ、なるほど。いただきます。うん、うまっ。うまいね。うん、断面こんな感じ。ペロッといけそうじゃない。うん、ギザギザ系。うん、美味しそう。うん、もういい感じ。はい、お会計確認しました。なんとさっきので1万円です。やばいね。先が怖くなってきた ね、ちょっと。だってランチで1万円。そうだよ、しかもハンバーガーだよ。あと担当の店員さんどっか行っちゃったんだけど。そう、なんか来ないんだよ。でも呼ぶのダメらしいから待つしかなくて。マジで寒いのに。助けて。ターゲット、でっかい何でもスーパーみたいな感じで、安いみたいで。ああ、トイレに来た。トイレあるらしいからね。でも行こうと思ってたから。ああ、そうだね。なんかちょっとうろうろしてみる。そうしよう。おー、いい感じだよ今んとこ。さあ、どんな部屋かな。長くいるよ、割と。いい感じじゃないですか、これ。おー、いいじゃないの。いいじゃん、いいじゃん。広いね。すごいじゃん。すげえいいじゃん。広いね。なんか口コミで結構部屋狭いみたいな書いてあったけど、全然広い。でけえ一人のベッド。こんなにあるから洗濯できる。うん、よかったね。おー、全然いいじゃん。トイレとシャワールームだね。これ何？マッチみたいな。マッチ、これ。コットン耳掃除。おー、髪の毛縛るやつもあるんだ。爪ヤスリ、これ。なんだろう。お、ドライヤーだ。あ、なんか良さげ。良さそうなんですけど。お、なんかちゃんとしてる毛だね。ちゃんとしてる毛。窓からの景色。はい、窓からの景色は全然良くないですね。良くない。で、あとはなんか絵が飾ってあって可愛いね。ね、本当だ。よかった。着いた。着いた、無事に。よかったね。良かったね。無事着いたよ。今んとこ無事だね。そうだね。うまくいってる方ではあるよね、多分。ルームクリーンが終わってなくて30分くらい待たされたけど。日本ならさ、めっちゃ謝ってきそうだよね。ね、ソーリーって言われた記憶はない。ない。ソーリー言われてたね、聞き取れてるもん。うん。
車サービス終わってないから、あと15分待ってる。そう、で30分。今日のこの後の予定は、そうね、19時からウルフギャングステーキでステーキを食べます。いいステーキ屋さんだよね。そう、なんか日本にもあるんだっけ、うん。ウルフギャングハウスに来ました。はい、7時なのにめっちゃ明るいね。すごい、飲まれる。緊張するね。緊張する、うん、なんかもうすごい量のファン来たし、ね、パイナップルジュースです。スープオブザデイで、スープオブザデイ、今日のスープ。そう、コンソメスープかな。ねえ、なんだろう、チキンがすごいね。でかくない？大きいよ。お、うまい、うまい、うん、肉きた。すごい、これ無理だね。てか、こっちも無理。食べてみるか。うん、すごい柔らか。あ、そう。いただきます。どうぞ。どう、うまい？これは、これはうまい。ナイフ重っ。柔らかいよね。カリカリだわね、周りが。周りカリカリなのに中まだレアって感じで、うん、すごい美味しい。美味しい、ね、美味しいけど。ああ、これでいい。これ、これ無理だね。あとこれ。もうやばいよ、もう無理だ。絶対食えない、もう絶対食べれない量だったし、うん、会計がやばかった。$263、3万くらいでしょ。うん、なのにあれしか食べれなかった。最悪だ。え、ちょっとこれからお店選び重要だね。ね、どうすればいいか分かんないよ。考えたけど、うん、食べ物じゃなくて、うん、物にお金を使う方がいいのかもってちょっと思ったよ。ちょっとそうかもしれないね、これは。だから、まあ、お土産とか体験とかね。そう、体験とか、うん、服とかバッグとか、そう思うんだよ。そうだよ、やばいよ。だってこのバッグ1万いくら。これ3個買えたの。で、今、うん、8時くらいかな。そう、8時なのにこの明るさ。変なの。ね、今日はもう帰って、うん、寝ようね。もう初日はちょっといい勉強できたわ。そうだね、アメリカの値段感を知れたわ。そうだね、うん、絶対行きたいっていうところに。そうそうそう、行けたからね、うん、じゃあ明日に備えよう、今日は。そうします。じゃあ1日目終了。終了、お疲れ。お疲れ、無事生きれたね。そうだね。なんだって。もう和食食べたい。早すぎる。梅干し食べたい、鮭食べたい。早いって。まだハンバーガーとステーキしか食べてないでしょ。ひじき食べたい。おかしいだろ。ひじきご飯。2日目です。カオの体調不良から始まったね。うん。いける？もう一回トイレ行く。最後にトイレ行く。油。カオの油を排除するためにちょっとセントラルパーク歩きに行こうよ。ちょっと楽しそうじゃない？楽しい。で、歩いて胃をきれいにして腹を。やる気ながら。大丈夫、出ていくの。そう、そんでカホが食べたかったパンケーキ食べに行くと。食べたいんですけど。食べれますか？はい。タクシー呼んでます。そうだよ、すごいね。お、あれじゃない？これだ。ハロー。行き先入力してるから多分行ってくれんだよ、このまま。ね、楽だね。うん、寒いね。もうぼっか。超寒い。けど日向行ったら、うん、涼しいぐらいになるね。ね、そうなんだ。カラッカラ。
ね、気持ちいいね、やっぱり。何、座ってみたの。いいね。いいよ、行こうよ、公園。気持ちいい。気持ちいい。超気持ちいい。でもセントラルパーク入場したよね、うちら。多分入ってるね、これね。気持ちいいね。この湿度がないっていうのはこんな気持ちいいんだね。ね、いや、運動しますよ。確かに、走ってる人多いね。けど、本当に全然汗かかない。うん、走りたくなる気持ちわかる、ちょっと。ちょっと走ってみようかな、ね、どうにかして湖の方に近づける。湖行ってみたいね。こうぐるっと回って、うん。広すぎる。広すぎる。とりあえずバスケ見に行く。うん、そうしよう。やってるかな、みんな。ね、ほら見て、ここ自転車。ね、自転車専用道路なんだよね。気持ちいい。気持ちいいな。あ、この近くに住めたら。でも毎日腹壊すよ。あ、無理。こんなでかい公園さ、日本にある？こんな巨大な。ないだろうね。アメリカだからできんだよ。バスケ誰もやってなかった。誰もやってないよ。ちらがやる。やだやだ。あのバスケ部の力見せてきなよ。そうだね、部長だから。そうだよ。でもこれ左ドリブルあんまできないよ。そういう部長。声出し係。声出し係。いろんなこと考えさせるられる旅。なんかずっと考えてるよね、今んとこ。もしここに住んでたらとかさ、うん、そういうのを考えるの楽しい。とにかくみんなさ、楽しそうだよね、全員が。何も気にしてない、ね、周りのこと。誰も気にしてない。人のこと気にしすぎだなって思ってる、僕は今。気にしすぎてたんだなって。ね、ああ、確かに。そう。すっごい大量のちびっこ来た。ね、ミニバス少年たちが。30人くらいいるんじゃない？ね。ちょっと試合眺めてから。ね、ちょっと見てこう。あれ、サッカーし始めた。鬼ごっこしてる子もいる。コーチや。どういうこと？学校の休み時間？休み時間っぽく見えてきた。見えてきた ね。ここで休むんだ。いいなぁ。あー、ともやブランコしてんな。あんま見たことないな。じゃあ、気持ちいい。おー、気持ちいい。風が吹いてるね、ここはね。うん、トレーナー欲しいな。ね、ずっとこれ着てる写真になっちゃうね。来ました。こちらはね、ベーコンワッフル。なんか乗ってんだと思ったらさ、入り込んでそうじゃない。入り込んでるね。フルーツ付きだった僕のは。そうだ。ステーカーのが普通のパンケーキで、グッドイナフパンケーキってやつかな、うん、この、うん、バターが、うん、いちごバターで手作りなんだって ね。毎日手作りしてるらしいね。2個もくれた。いい匂いする、すごいね。焼けてる匂い。すごい平べったいパンケーキ大好きだから美味しそう。じゃあまずはこれだけで、うん、いただきます。はい、どうぞ。しょっぱいかも。へー、ちょっとしょっぱい。マジ。おお。いちごバターつけ、うん。うん、おぉ、何、どんな感じ。ハーゲンダッツみたいな。え、そうなんだ。ハーゲンダッツバターバージョンみたいな。へ、うん、美味しい。へ、すごいね、よかったね。よかった。来るの前やつだからね、お腹の調子悪くて。しかも、かけ放題だからメープル。でかいね。これ2枚ですね。あ、そうなの。はい、大丈夫ともや。毎回ちょっと多い量だな。あ、ベーコンがやっぱ入ってんだ、こういう風にね。お、ほんとだ。こんな感じ。しょっぱくて美味しそうじゃん。うまい？これはうまい。お菓子みたいな。へぇ、うん。ハーゲンダッツじゃない。英語通じて嬉しかった。あ、ね、嬉しかった。トイレの場所聞けた。ね、聞けたね。ここすごい綺麗じゃない？綺麗ねえ。なんか結構映画でさ、うん、見る感じのね場所っぽいね。ここでお迎えが待ってる感じの。そう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 、高級住宅街だね、ここ多分。高級住宅街で、うん、かっこいいな。こんなマンションいつか住んじゃい。無理無理無理。すごい建築って感じね。かっこいいね。欲しい、そういう家。欲しい。
ミニチュアで作ろうかな。じゃあそしたら、うん、あそこ行ってこよう。アメリカ自然史博物館、ナイトミュージアム。そうそうそう、見てきたから楽しみ、うん、めっちゃ楽しみ。恐竜楽しみだね、うん、ねえ、ボケボケを見に行こう。そうだね、ガムガムしよう。この建物かな、多分。すごい、うわでっか。これ何時間かかるのこれ見るの。今日もう夜までここかも。本当だよ。お土産楽しみだね。うんね、うん、すごいかっこいいね。ねえ、でっか建築が。ここがアメリカ自然史博物館。すごい、かっこいいね、でかい。おー、ここここすごい、メインどころに。そうだね、やばい、みんな裸も焼いとるわ。水着とかだわ、なぜか芝生で。M&M ストアだよね。うん、チョコレートのだよね。食べたことない、食べたことないけど、なんとなくちゃったね。それでなんとなく勝ちちゃった。夜です。はい、今から夜ご飯買いに行くんだけど、うん、今日はねフードコートみたいなところに行って、そうね、いくつか食べ物買って、うん、ホテルで食べようかなっていう日。そうしてみよう。まあね、今日は歩きすぎて疲れた。やばいよね、眠てちょっと無理しすぎたね。ね、着きました。アーバンスペース、おお、すごい、麺って書いてあるのかなこれ。麺、あれだ、ピザ。おー、すごい、Thank you。 52だって。慣れたもんですね、注文。今日で慣れてきたね。今日にも何かやらせてよ。やりなよ、次。うん、次っていうか今度。そうする。買ってきました。はい、まずはね、ホワイトガイっていうピザ。ホワイトだ、こんな感じなんだ。わ、いい匂いだね。いい匂い、ニンニク臭。すごいニンニク臭。チーズが思ったよりすごい量だ。ロブスターロール、なんて言ってるかよく分からなかったんだよな。なんか聞かれたけどイエスで乗り切っちゃった。イエスって言ってた。トモヤ分かってんだと思った。分かってないよ。おー、美味しそうだけど小さい、今度は。小さいね。いただきます。いただきます。美味しい。よかったよ。ニンニクすご。S サイズと L サイズあって、うん、L のサイズすごかったよ、うん。うちら以外みんな L 頼んでた、ね、箱うちらだけ ちっちゃかった、うん、みんなすごい楽しそうだよね、ご飯食べてて、うん、スマホ見てる人がすごい少ない気がする、うん、街にもいないし、うんね、見るとき止まってなんか場所確認してるのかなぐらい、ね、あとずっとみんな電話してるよね。電話してるね、操作してるっていうかこう、うん、ビデオ通話みたいな。そうそうそう、でランニングしながら電話してたもんね、うんうん、どう今のとこ。楽しい。楽しいね。今日めっちゃ楽しかったよね、うん、ここに赤いボツボツできた。痛い、刺されかな。ズボンの上から刺されてることある？焚き火でも燃えないズボン。そうだよ、ストレス系だよ絶対。顔のレモンがついてたから絞ろう。なんかそういうの聞かれたのかな。うん、多分そうだと思う。うまっ。うわ、これうまっ。あ、よかったよかった。超うまい。ロブスターうまいって。これ食べに行こうよ、ロブスターお店に。うん、美味しいね。美味しい。レモンさっぱりしてていいね。さっぱりだ。昨日はちょっと帰りたかった。帰りたいって言ってたよね。油だよね。うん。食だね、食で、うん、だってずっと気持ち悪い。セントラルパークが浄化してくれた、うん、これにて2日目は終了です、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。頑張りましょう。明日はちょっと大変です。そうだね、うん。